打球が切れてくるので、あ、ね、追いつきましたけど、レフト の、 あの方向に戻ってくるわけですね。はい、左中間にのあの伸びながらポールの方向に向かって切れていきます。4対0から8回9回中日が最後にこう名古屋ドームのファンを沸かせる場面を作りましたが、そして巨人が逃げ切っています。ヒーローインタビューです。お待たせしました。ヒーローインタビューです。見事今シーズン13勝目を飾りました内海哲也投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはですね、最後のシーンですけども、どんな風にベンチから眺めてましたか？いや、もう信じて抑えてくれると思ってベンチで応援しました。そして今日のマウンドなんですが、チームがカープとの試合で勝てませんでした、まあ、そういった重苦しい雰囲気の中での登板だったと思うんですが、今日はどんな気持ちでマウンド上がったでしょうか？いや、もう僕がやることは変わらないんで、しっかり粘り強く一人ずつ抑えていくことだけ考えてマウンド上がりました。まあ、そしてその気持ち通りですね、7回まで打たれたヒットは内野安打3本だけ、三振8つ、そして外野に飛んだフライは2つだけというピッチングでした。ご自身で今日のピッチング振り返っていただけますか？いや、もう調子良かったんで、まあ、できれば最後まで投げたい気持ちでいたんですけど、ちょっと残念ですね。はい、まあ、やはりあの8回はちょっと悔いが残るピッチングでしたか？そうですね、まあ、広島で中継ぎのピッチャーが投げてたんで、今日は何としてでもこう1人で投げ抜くたいなっていう気持ちで投げてたんで残念です。まあ、そうは言いましても、これで現時点で一つマジックを減らして4ということになりました。優勝へ向けて一つ一つまだカウントダウンが進んでいますけども、これについていかがでしょう？そうですね、一日も早く決めたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。そして今日は阿部選手のホームランの談話でですね、今日は鉄に勝たせたいというコメントがありました。ご自身も13勝目、ハラーダビーもね、あと一つということで見えてきました。いかがでしょうか？まあ、諦めずに最多勝を狙って頑張ります。残り試合も少なくなってきましたけれども、優勝そして最多勝を目指して一言お願いします。まあ、一戦一戦しっかり調整して頑張っていきますので、皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー内海哲也投手でした。13勝目を挙げました内海のヒーローインタビューをお届けいたしました。4対1で巨人が中日を破りまして、この時点で優勝へのマジックナンバーが4となっています。さあ、それではこの試合ハイライトシーンで